四国農海大555対、イクシル東大北手チームの板窓2の対戦となります。ジャッキの準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。コンピューターの方もよろしいでしょうか。はい、それでは軽くスタートしたいと思います。ジャッキ、よーい、スタート。どちらも結構火力を受けて少しスリップがあるようです。現在火球が、5キロフィート、中高生の位置をそろそろ抜けて構成が上がってきます。現在8キロニュートンで左が94ミリが35ミリ、10キロニュートン突破しました。左の壁はもう何度も30キロニュートン台の対戦を破ってきた筋交いキラー、格子壁ですけども、果たしてどこまで、粘れるでしょうか。現在荷重は、どんどん上がって 18.19 キロニュートン、もう間もなく20キロニュートンを突破しました。現在、左の壁が、150ミリ、右の壁が60ミリ、もう間もなく8キロニュートン、非常に左の壁は強いです。30キロニュートン突破しました。現在32キロニュートンまで来て、左の壁が194ミリ、右の壁が79ミリ、左の壁の足元の土台が外れ始めてきています。ただ34キロニュートンまで上がってきています。かなり強いです。これ今の状態で土台が完全に破壊して、それに伴って桁も折れましたので、この勝負は右の、板窓2の勝ちとなります。どうもありがとうございます。とりあえずジャッキーの丸棒を緩めて